こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではですね、最新のユニクロのセールの中から、まあこれは買っておいて損はないだろうというものをですね、3つ厳選してみましたので、まあ編集なしの一発撮りで皆さんにですね、ご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。まあ結構ですね、今月になってからユニクロのセール情報を皆さんにお届けするようになったんですが、結構ですね、皆さん関心があるのかなというふうに思ってます。やっぱりユニクロのアイテムって定番のものが多いので、まあ1回買えばですね、それをまあ長く使うことができたりするので、まあセールの機会というのを見逃さないというのもすごくいいかなと思ってるんですね。まあセールの商品の中にもですね、トレンドによったものから、まあユニクロらしいですね、定番的なものまであって、その中でも個人的には期間限定で安くはなるんだけども、その期間が終わったら通常価格に戻るようなもの、これはですね、買っておいて損がないかなと思うので、ぜひ皆さんにですね、おすすめをご紹介してみたいなというふうに思ってます。でまず一番最初なんですけども、これはね、まあ前々回ぐらいにも出てきたんですが、スーピマコットンリラックスフィットクルーネック T シャツですね。これはプラス J の商品で、今僕が実際に着ているこちらの T シャツですね、これがねセール価格になって、金額はですね990円、7月29日まで期間限定価格というところで発売されています。まあ、2回にわたりですね、まあ、セール価格になってるんですけども、これは名品かなというふうに思ってまして、まあ、フィット感としてはユニクロ U のエアリズムオーバーサイズのものに比べるとややコンパクトかなと思うんですね。僕はサイズこれで S を選んでるんですが、着丈がねちょっと長めなのが特徴なんですけども、スーピマコットンということで、まあ、素材の質感とか色合いがやっぱり綺麗に出るなと思ってまして、中でもこのダークグレーですね、これはねめちゃくちゃいい色です。個人的にもこの色が一番いいかなと思ってまして、ユニクロ U のエアリズムにもない色合いなので、個人的には好きですね。まあ、ユニクロ U のエアリズム、もうちょっとこれよりも濃いかな、気持ち濃いかなという感じで、まあ程よくですね大人っぽい色合いなんだけども、グレーの中ではミディアムグレーよりちょい濃いぐらいで使い勝手がいいかなと思ってまして、僕はですね単品で着るのもいいんですけども、こういったカーディガンだとかジャケットを着て、そしてこのインナーとしてこういったものを使うというのがバランスがいいかなと思っていて、今こういったカーディガンのスタイルですね、気温32度ぐらい超えてるのにあえて着てるわけなんですが、まあ、ちなみにこれもプラス J のカーディガン、まあ、セールで買ったものなんですけども、こういった着こなしだとか、あとは上にジャケットを着るのもいいかなと思うので、まあ結構ですね、夏だけではなくて春夏あとは秋なんかまで使えて、重ね着的にも使えるので1個あって間違いないのかなと思います。まあ、色合いはもうダークグレーが一押しなんですけども、その他にはですね、ちょっとピンクっぽいものも綺麗だし、もうちょっと明るいグレーというものもいいかなと思いますし、オリーブもいいですね。結構ねどの色も良くて、なかなかですね難しいところなんですけども、セール価格になっているので、まあ 1,2 点買っても間違いがないかなと思いますし、まあ、この機会だからこそ今までトライしたことがないようなピンクだとか、オリーブだとかね、そういったちょっと違った色合いっていうのを足してみるのもいいかなと思うので、ぜひこれはねチェックしていただきたいなと思います。肌触りも良くて色合いの発色も綺麗な T シャツ、こういったものは何枚あっても損がないというようなアイテムなので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思ってます。まあ、他にもねいろんなものがあるんですけども、まあ、どれも買うべきものかというとそんなことはなくて、毎回ですねセールの中で僕がピックアップするのは3点ぐらいなんですね。まあ、多くて3点ぐらいしかないですね。まあ、というのもね、本当にそれは全体を見てもそうなんですけども、お店の中の中商品の中で本当に買うべきものって1割ぐらいだと思ってるんですね。それぐらいピンポイントなので、まあ、セールにおいてもですね絞っていいのかなと思うんですが、そんな中第2点目もご紹介したいなというふうに思っています。これはねちょっと意外性があるかなと思うんですが、 UT ですね、森山大道 UT グラフィック T シャツ半袖レギュラーフィットってやつですね。これがねなかなかいいんですよ。ちょっと写真も出してみたいなと思うんですが、ですねこれはモノトーンの手のひらのですね写真がプリントしてあるもので、まあ日本の、すごく有名な写真家である森山大道さんですね。まあ、世界的にも著名で、まあ皆さんもねなんとなく見たことがあるなというのは犬の
ちょっとこうなんだろうな、狂犬的なね、目の鋭いような犬の写真見たことがある方も少なくないかなと思うんですが、この方のですね作品ですね、なかなかねモノトーンでやはりですね、上品な、プリントになっていて、これはですね現場で見た時にもすごくいいなと思っていて、セール価格になったので個人的にもこれはですねこの後買ってみたいなというふうに思ってます。でですね、サイズ感に関しては、レギュラーフィットというところで少しですね、今っぽさというところはないようなサイズ感なので、あえてワンサイズとか場合によっては2サイズぐらい上げてもいいかな、ちょっとこれは実際に着てみてまたお伝えしたいなと思うんですが、少なくともワンサイズ上げてみるのもいいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思うんですが、 UT って、いろんなものがある中でやっぱり子供っぽく見えてしまうような、T シャツが多いんですね。その中でもこれであれば結構大人っぽく着れるかなと思いますし、先ほどもお伝えしたようにこういったカーディガンだとかジャケットの内側に入れてあげて、少しですね柄が覗くぐらいのバランスもいいかなと思うので、これはね個人的にはすごくおすすめかなというふうに思ってます。なかなかないですよね、こういったプリント T シャツって。で最近ですね、僕はちょっと話は脱線するんですけど、新しい T シャツを買ったんですね。それがドリス・バン・ノッテンというブランドの T シャツなんですけども、それがですねこのプリントなんですね。白地に対してこれもちょっとこう人のイラストなのか写真なのか分かんないんですが、横顔みたいなものが影っぽく写ってるんですけども、これとね結構なんか雰囲気としては似てるんじゃないのかなと思ってるんですね。アプローチとしてはなんかこう影っぽい感じでモノトーンの T シャツでなんか似てるような気がしていて、これはね結構金額はするんですけども、ユニクロの T シャツであればなんと990円で、しかもですね世界的な写真家である森山大道さんのプリント T シャツが手に入るということで、これは一押しかなと思いますし、ちょっと新鮮なアプローチかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、続いてですね、これまた定番で僕の動画の中では何度もこすり倒してきてる超鉄板ボトムスですね。スマートアンクルパンツですね。これがセールになっているということで、僕もね1本買い足しました。この期間に買ったわけなんですけども、僕はブラックのこういったスマートアンクルパンツをよく履いてるんですけども、今回ですねネイビーを選択しました。このネイビーかブラックかっていうのはですね、二大勢力でどちらにもファンがいるんですね。個人的にはネイビーを軸足にしていることが多くて、ネイビージャケットにネイビースラックスというセットアップ、そのボトムスを結構カジュアル使いで用いることが多かったんですが、ネイビーばっかり着てると飽きてくるんですよね。何事もそうなんですけども、あまりにですね同じものばっかり同じ色ばっかり着てると飽きてくるので、そんな時にはブラックを使ったりするんですが、ブラックばっかり逆に履いていたのでそれにも飽きてきたので、ちょっと柔らかみのあるこういったネイビーを今回選んでみたわけなんですが、このネイビーの方が少し柔らかさが出てきて、なんか人から見た時に優しげな感じはブラックよりはするかなと思うので、こういったネイビーなんかもいいかなと思いますし、ネイビーとブラックの組み合わせも良かったですので、そういった意味で少し色を変えてあげると、なんだろう、全身ブラックで重たすぎることもちょっとなくすことができるので、ネイビーもいいかなと思います。このウールライクはねなんだかんだで使いやすいんですよ。こういったものも定番で1年中取り扱いがあるので、セールになっている今こそ1本買っておくのはいいかなと思ってます。シルエットとしてはなんだかんだでワイドパンツも履いたけども、これがスタイルよく見えるんですよね。しかも感度パンツもいいんだけど、感度パンツはかなりこうもも周りも含めて細身なので、今っぽいというよりはセットアップで楽しんだ方が綺麗なんですけども、スラックスみたいなこういった綺麗めなパンツ単体で着るのであれば、適度にもも周りにはゆとりのあるスマートアンクルパンツぐらいの方が僕は適度に今っぽいし、なおかつ綺麗さも漂うので、バランスでいったら完璧かなというふうに思ってます。この腰周りにねゴムが入ってたりするとよりいいなとは思うんですけども、これはですね、このウエスト部分にこういった何でしょうねドローコードがついていて、ウエストが調節ができるような感じになっていて、僕はあえて本当だったらボトムス XS ぐらいがちょうどいいんですけど、適度なゆとり感を出したいのでワンサイズ、ウエストがちょっと大きいんだけど S を選んで、このドローコートで強く締めるようにしてるんですね。サイズ感に関してはちょっと調整が必要かなと思うんですが、このスマートアンクルパンツはまだ持ってない方は足した方がいいですし、1本持っていてヘビーに使っている方はもう1本代わりに買っておくのもいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思ってます。
はい、ということでですね、ユニクロのセールの中で買うべきものはこの3つだけでいいですね。もう十分、本当にね、この中で今日ご紹介した中でも、まあもうすでに持ってる方もいらっしゃるかなと思うので、そういう場合はまあ一つのね、何でしょう、これからまたさらに使うので1本補足で持っておくっていうのもいいと思いますし、あとはね、プリント T シャツなんかはちょっと冒険的なアイテムだと思うんですね。なかなかね、僕ら大人世代でプリント T シャツ苦手だなという方も、ああいったシンプルなモノトーン配色のものであればセール価格で試してみるのもいいかなと思いますし、1枚で着るのがちょっと心配な方は、僕のようにカーディガン着たいだとか、あとはジャケットを着るなんかをしていただければ結構バランスが取りやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは、定期的にセールの情報だとかおすすめのアイテムもリアルタイムでお伝えしたいなと思ってますので、ぜひですね、気になる方は動画の方チェックしていただきたいなと思いますし、チャンネル登録の方もしていただければと思っています。はい、ということで以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。